はい、どうもビーレジェンド柿谷です。本日はですね、6月3日日曜日でですね、大阪のね、キングオブフィジーク、クラシックボディとですね、あとフィジークの大会があるんですけれども、ちょっと今日午前中なんとか都合がついたので、大会の方に顔出したいなと思うんですけれども、まあビーレジェンドのねブースの方も出してるので。まあ、ちょっとスタッフもね、どんな様子なのかっていうのを見ていきたいなと思います。あと、選手とか、役員の方とかね、ご挨拶する機会、そんなしょっちゅうあるわけじゃないので、ちょっと一度顔出してみようかなと思います。L 大阪の方にやってまいりました。今日はボディの大会でね、ボディとフィジークの大会で来たんですけれども、ちょっと会場に早速入ってみたいと思います。今日出場の大林選手ちょっと捕まえましたんで、こんななんかね、もうチカチカするビーレジェンド T シャツ着てますけどね、はい、ちょっと頑張ってもらいたいと思います。頑張ります。はい、伝説の杉田さん見つけました。杉田さん、今日は、よろしくお願いします。はい、何かトレーニングされてる方に何かメッセージあればお聞かせいただきたいんですけれども。毎日、はい、自分の限界もトレーニング毎日限界までトレーニング、はい、杉田さん本当にね、元気の時だったら本当に毎日8時間ぐらいトレーニングされるとか。いや、8時間もやってない。あれされてなかったでしたっけ。ノルマは100セット。あ、100セットですね、はい、なんか8時間よりも大変な気がするんですけど。100セットするっていうのも、これもう大体もうノルマとして決めてらっしゃった。そう、これもうどの部位も100セットですか。いや、どの部位というか、いちいちトレーニング全体で、はい、100セット、はい、100セットプラス腹筋1時間。腹筋1時間、そこは時間で切るんですか。はい、そうです。なるほど。これは寝る前に毎晩1時間やってます。なるほど、ありがとうございます。はい、ぜひですね、伝説のボディービルダーになるためにはこれぐらいのトレーニングが必要かなと思いますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてください。ありがとうございます。はい、どうも。はい、太田夫妻登場です。こんにちは。はい、ね、2人とも素晴らしい戦績お持ちなんですけれども、じゃあ太田ご主人から戦績はボディですね。はい、過去の、はい、2012年に関西のクラス別ですね、70キロ級を取って、はい、で次の年の2013年に、京都ですね、ミスター京都を取って、京都チャンピオン、はい、はい、去年関西で2位やったんで、関西2位、はい、今年はちょっと取りたいなっていう。なるほど、ぜひね、はい、今年頑張ってもらいたいと思います。はい、じゃあ、太田奥様の方は。あ、はい、私はボディフィットネスと女子フィジークの方ですね、挑戦させていただいてます。そうですね、はい、はい、去年は女子フィジーク、関西の方取らせていただいたので、今年西日本の女子フィジークに挑戦ですね。はい、あとボディフィットネスはジャパンオープンが初戦となります。はい、なるべく上に食い込めるように、ね、はい、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、Down from Osborne, just up on the outside. Number 25, 21, 19, 15. さあ、優勝の選手を読み上げましょう。優勝、設計ナンバー20番、大林幸子選手、おめでとうございます。立ち上げには設計ナンバー25番、出口俊介選手でした。設計ナンバー20番、大林幸子選手、おめでとうございます。第2位は設計ナンバー3番、大島祐介選手でした。はい、ということでね、今、
クラシックボディ、まあ、フィジーク少し、まあ、あのだけ見たんですけど、もう見る前ちょっと時間なくなっちゃったんで、少しだけ見て、今もう出てきたんですけれども、まあ弊社のね、大林トレーナーが優勝したっていうのは非常に良かったなと。でまあクラス別でね、階級で優勝したのもそうなんですけど、オーバーオールでもね、全階級混ぜたオーバーオールでも優勝できたっていうのはすごい良かったなと思って、多分この画像では分かりにくいと思うんですけど、ハムケツですね、ハムストリングスとか、あとはお尻ですね、の方もカットしっかり出ててね、非常にいい感じのセパレートがね、出ていて良かったんじゃないか、まあ、そこも評価あったんじゃないかなと思います。ということで、またね、こういう大会、あれば、まあ、どんどん出て、参加したいなと思うんですけれども、まあ、皆さんね、会場、事前にまあなんかね、ちょっと今回も、インスタとか、YouTube とかでも言っておけばよかったんですけど、ちょっとまあ、急だったんで、言えなかったんですが、またね、事前にこう、行けますよっていう時は告知しますので、その時は、ぜひ皆さんお声掛けいただければと思います。ということで、今回は、キングオブフィジーク見てきた動画でした。では、皆さん、お会いしましょう。さよなら。